そうそう、チャンネル今日はね、助っ人を呼んでるから、放送チャンネルと縁の東大チャンネルのコラボスタートです。今なんか、はぁみたいな聞こえてる。まあ、誰か歩いてなかった、誰か歩いたのと、うって車の中に行った。今日は優しく二人きりショースタートです。お、放送チューブに。ゴーストチャンネルの社長です。ゴーストチャンネルのケイです。今日は、はい、奈良県の六路トンネル、またしても僕が嫌いなトンネル、ちょっとトンネル続きっていうことがあって、はい、今日は助っ人を呼んでやるから。マジっすか、じゃあ僕はもう帰っていいですね。おい、ありがとうございます。ということでゲスト、はい、はい、スペシャルゲスト、どうぞ。お金読んだな。おー、チャンネル。じゃあ、一緒にやろうかな。じゃあ一緒に。はい、そう、チャンネル。やった。今日の参戦ということで。はい。引っ張っててもらおうかな。そうですね。引っ張れるかな、これね。トンネルが出て引っ張っててもらうということで、ここはもう教訓が来たんで車の中で回ってようと思います。しかも皆さん、この2人今日初対面ですよ。初めまして、ケイと申します。今日と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか新年の挨拶で早速継承していきたいと思います。はい、ということで放送チャンネルと縁の兄弟チャンネルのコラボスタートです。ここは真ん中とは言われてるけど、うん、まあ、もしかしたらそこだけじゃないのかもね。真ん中でそういうことがあったんです。昇進自殺なのか燃やされたのか、事件ですね。一応なんか跡があるみたいですよね、その燃えた跡。はい、いや多分怖い時無意識に一人でうんとか言ってる。どうですかお二人は、はい、なんか嫌な感じとかします？あ、今女の人の声聞こえた。うーって言った。鳴き声みたいな。あっちから。あ、やっぱ社長も聞こえました。聞こえてない。何だそれ。同情パリみたいな。認めないスタイル。え、この辺でも真ん中ちゃいます？そうですね。じゃないやろ。うん。下だよ。ああ。真ん中にしては、何ていうかな、ここトンネル自体もよく幅が結構あって、なんか普通のトンネルと違ってちょっと楕円みたいな形になってるから。いびつな形してるかね。この辺ぐらいになるとちょっと足音のなんか感じが変わってくるというか。あ、僕腰痛いですね。やばい、二人とトンネル来たかもしれへん。なんか燃えてる。いや、今のとこ、うん、あ、でも真ん中ですね、これきっと。この多分真ん中、桜井市の県境だ。
燃えたような跡が。この辺のなんかちょっと黒いというか。いや、もし燃えたんやったらこの辺だけなんか補強されてますね。なんかここだけ、この一部だけ、はい、この区間からそのそっちのこの区間までなんか上が補強されているというか、まあ、防水のあれなのかもわからへんけど、なんかまたちょっとこの先に黒いというか暗い場所があるから、一回そこまで、ここまでも同じようになってるもん。新六路トンネルができてからこっちはもうほぼ車が通らなくなって、そこからなんですかね、事件起こったのって何なんですかね、実際に。今電気はついてるけどほぼ人が使わないっていうのを多分知ってる、多分その事件起こした人はよく知ってる人なの、そういう人が通らないってこと。確かに土地感ある方かもしれないですね。結構ここで一回ちょっと負けたんやと思うか、負けた。押していいですね。いや、早押せ。じゃあトントントンとなってみようか。だって音鳴ってない。緑、うん、ただの緑で何もない。安全なはず。安全なはず。今日何か感じてない。今は、女性の気配といいますか、なんか泣き笑いみたいな聞こえます。はい。なんて言うんでしょうね。苦しみなのかわからないですけど、何せこう辛そう。甲高い声でさっきから。やばい人と来てるよね、絶対。まあ本来ケイもそういうのを感じるタイプではあるんだけど、何があるらしいんですよ。そして僕は認めないという選択をしました。その選択肢は何？認めるとただただ怖いじゃないですか。ただただ怖い。ただただ怖い。受け入れることも大事やね。聞きましたね。これがどうやっても。社長の。一回認めてもたらね、もう楽になるかもしれない。今日も認めてるから。もう認めたら上なかったよね。今なんか、はぁみたいな聞こえませんでした。え、マジで？どっちか言いましたよ。いや、端っこで、端っこで。誰か歩いてなかった。誰か歩いたのと、うって女の人が言った。誰か歩いた間違いなく。多分カメラ入ってると思うぞ。マジ？うん。いやいや、この人たちと殺害するの嫌や。姿を見て話をしたいよね、うん、どうせなら僕はまだその領域になれません。僕もです。よくも帰った。なぜに。なぜ。いや、逆に聞いたのがいい。だって声だけ聞こえても分かれへんことが多いから、やっぱり物体が見えると表情も見えてくるし、絶対物体がもしね見えたら、うん、冷静じゃなくてただ走って逃げる自信しかない。幽霊見えた時は走って逃げちゃダメらしいですよ。そうなんですか。はい、逃げる以外に選択肢ってなるし。
向かい合うもおかしいと思います向かい合うもこう向かい合うもこうよっしゃよっしゃよっしゃ。ああ長かった。片道やっと降りました。長いですねこのトンネル。ねえ K はちゃんと時折バケダンをやるように。わかりました。社長なんなら、うん、お声がけもちゃんとしてきますんで、はい、了解、はい、しっかり会話してくるように、はい、ということで今日は優しく二人検証スタートです。二人で検証よろしくお願いします。かしこまりました。行ってきます。行ってきます。では気をつけて。どうても入れても大丈夫。あの親睦を深めてきてね、二人でやって。親友になってきます。終わる頃には親友になってると思うから。この詳細が見つかったって。はい。ちょっと焼けた後みたいな感じがしてね。もうちょっとこう通常的に動いたらいいと。これやっぱりちょっと防水中に持ってはるんだ。でも、焼けた。なんか、あ、水か、これは。水、水。あ、これは焼け跡ではないですね。怖すぎて、感覚を塞いでるのか、社長に全てプレゼントしたのか。そうかもしれない。だってゴーストチャンネルの初期よりは絶対社長が強かったもんね。もしかしたら僕の例とか。うわ、びっくりした。ちょっと何はい、社長。社長の謎のアイテム怖すぎる。心霊現象やないかい。機械が止まるって、ね、車の中の一人も。いや今度でもその時の動画撮ってもいいかも。それぐらい怖い。無音でね。聞こえへんかった。風がブワッとは吹いたけど。ごめん、なんかその大変に誰か喋ってる気がする。ちょっとほら、ちょっとここでゴーストチューブに声かけてみるか。今、京くんにどなたか喋りかけましたか。今、近くにどなたかいらっしゃいますか。今、話しかけてくれた方、ゴーストチューブに。何か語りかけてもらっていいですか。多分、ペイ君と僕の後ろに。今いてたと思うんですけど。マジで多分いてたと思う。声をもう一度聞かせていただいてもいいですか。でも、うん、今日異常なぐらいゴーストチューブが反応しない。そう、逆にね。逆になんでこんな静かなんだろうって。いつもやったら、うん、ねもうちょっと反応するんですけど、うん、すいません、ボンミスで音声がミュートになってました。ちょっと今僕らのミスであのゴーストチューブの音声が入ってなかったと思って、ケイ君に確認してもらったらやめろって言ってはったんですか。やめろって言われましたね。
いや僕たちが今、歩いててちょっと音声入らなかったのが、はじめ空のって入って次に木、でその次に多分喋ってくださいみたいに言ってる時に、やめろって入ってますね。ちょうど僕らがそこで止まってしまう、語りかけてるんですね。語りかけてる時は、その次に学校って入って、その教訓が喋ってくださいみたいなガーって言ってる時に掃除って入ってますね。結構喋ってた。そしてどういう意味なの？もう一度チャンスをください。もう一度聞きます。さっきね、京くんが後ろにいらっしゃると言った位置から動いておりません。はい。どなたか近くにいらっしゃったら、僕たち二人とおしゃべりしていただけませんでしょうか。もしよろしければ何か分かりやすいように合図をいただけると嬉しいです。反応なし。反応なし。ボンミスに怒ってるかもしれないですね。上今上とおっしゃっていただきましたが、どういった意味でしょうか。なんかゾッとする、ね、どうやって死んだの。どうやって死んだのって。どうやって死んだの。どうやって死んだの。ちょっとね、僕たちには知る由がないというか、できればね、どうやって亡くなられたのか分かればいいんですが、申し訳ない、僕たちにはちょっと分からないんです。逆に教えていただけたら嬉しいのですが、もしかしたら聞かれてるってことですかね。ご自身でも分かっていらっしゃらないのかもしれませんが、ものすごい仮定がいきますね、その説明ですね。心差し半ばで亡くなったんでしょうか。分かんないですけど、でも、分かってはらないでしょうね、まだ。もしかしたらご自身が亡くなられた理由をずっとね、知りたいのかもしれないですね。そうですね。何かメッセージがあれば、今正義を持ってるゴーストチューブで僕らもお伺いできますので、おっしゃっていただいてもよろしいですか。お伝えしたいことがあれば何なりと言っていただければと思います。急にチューブが静かになったんですね。そう、なんか、なんか不思議ですよね。やっぱさっきの真ん中の辺ですかね、ですね。ということで、一旦僕らの二人検証終わりましょうか。そうです ね、 ね。じゃあ、あとは社長に託しましょう。全てを社長に託して帰りましょう。お疲れ様でした。社長が運転、京くん取り残されるで。いや、もう京くんに送ってもらいます。まさか。いやでも、怖かったけど、なんとか、またね、社長が何かしら検証してくれると思うんで、社長の力をね、発揮してもらって、はい、先ほど喋りかけてくれた人とね、もしかしたら社長だったらコンタクトね、取れると思うんで、はい、全てを託して二人で金賞やっております。これをですね、使って話しかけていきたいと思います。なんか感じるもあった感じるもあった。社長の謎のアイテム、はいはい、怖すぎる。心霊現象です。心霊現象やないかに。
せっかくのので意味なかったです。片っぽ電源切れたらどうしようもないんで、次はしっかり電池を入れていきたいと思います。では検証していきたいと思います。私と話をして伝えたいこととかないでしょうか。姿を現していただけたらお話ししやすいのですが、今回はゴーストチャンネルは視聴者さんに一人検証してもらおうと。悲しい。最後までご視聴いただきありがとうございます。いかがだったでしょうか。もし面白いと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとグッドボタンやコメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。